はい、関口より嬢さんの署は17センチです。お願いします。はい、この声をマニアックって言ってしまうとどうなるかと思いますけども、結構ですね、いろんな声を入れております。ただまあ、品評会をしますので、品評会パターンの声をなるべく入れておりますが、昭和の場合はですね、結構ポタポタの声とかですね、奇妙用は関係なくしてですね、結構いろんなことがありますが、この声は、ね、今選んでてですね、すごく魅力があったので選びました。日柄は一本日なんですけども、下にですね、墨があります。これ、全部つながっている墨、頭から面割れしてきて、ぐーっとですね、重ねなんですけど、出た時にですね、恐ろしい、昭和になるのかなと思って、一本こちら、一本日ではあるんですが、選びました。顔の入り、すごく綺麗ですね。綺麗、ほっぺたも綺麗で、おっぽも尻尾流れることなく綺麗に止まっております。重ねで、重ね、日の上に、ベリの上に墨が乗ると、その分色は黒くなりますのでね、出た時には豪快な昭和になって、この恋は何番のどの恋だったかっていうような恋になるかもしれませんね。さあ、これは結構穴の恋なので、なかなか皆さん手はつけれないかもしれませんが、大化けするのはこういう恋かもしれませんね。楽しみですね。途中経過などでも映りましたら、この声がどのようになっているのかご確認いただきたいと思います。はい、編み入れたかどうか忘れちゃったんですけどね、こんな感じです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。